はい、やってまいりました。今回宝冠町商店街にやってきたんですが、友達がここでトルコのお店をやってるということで、ちょっとねどんな感じなのか。ごめんください。はい、いらっしゃい。いつもオープン11時じゃないの？え？ 11時だけどちょっと寝ちゃったんや。寝ちゃった。寝てしまった。昨日2時ぐらいに帰ったから。あ、トルコアイス。そうそうそう、伸び伸びやでや、ほんまに伸び伸びやでや、ほんまに伸び伸びやでや、ほんまに。ここは一人でやってるの？一人よ、大体イベントとかはまあ何人か行ってる。でもここ何のお店？ここはトルコの雑貨です。シルバーとかこういう手織りのものとか、こういうピアス作ったりね。あ、自分で作るわけ？そうそう、全部この全部自分で作ったり、こんな作ったりな。おお、すげえ。いろいろネックレス作ったり、こういうね、見て。すごい可愛い。ルービーとか、こういう手織りで作る、全部。全部。一生ものですよ。これいかがでしょうか？え、いくらだろう？え、いくらだろう？もうすごい高い。小さいのは3万円ぐらいから。3万円ぐらいから。今週土日はウラジャですよ。ウラジャー、ウラジャー。ウラジャー、ウラジャー。ウラジャー。踊るの？踊るの？踊れない。踊る。じゃあここのお店休みだね。そう、2日間休みです。え、それ以外は？それ以外は空いてるよ。いつもいつが休みなの？休み日曜日。あ、日曜日。これいつからここのお店は？もう11年よ。11年。ずっといるの？11年ずっといるよ。11年。このために日本に来た感じ？来てここでお店開こうと思って、うん、全然休みないです。だから今日1時間2時間ぐらい休んできた。寝坊でしょ。寝坊でしょ。お店の名前はメネクシェです。メネクシェ。ネットのページ、サイトもあるので見てください。イエイ。お疲れっす。よろしくお願いします。はい。よく行くの？ここよく行く。お弁当とか。ティッシュ。ティッシュ？ティッシュとコーヒー。あ、コーヒー。恐ろしいわ、ほんまに。もっと太るで、この体見て。お前、痩せたいだろ？見てこのお腹。見てこれ。今年の12月までに6パック作らないといけないよ。でも全然なんもねえよ。あるよ。1万円よ。かけてる。6パックは開けたよ。確保してるから。6パックだったら払わない。パックだったら僕が払う。できんかったらこっちが倍ぐらい払う。2万円。倍ぐらいなんか言ってない。言った。いや、言ってないよ。何でそう言ってる。1万かける2でしょ。いや、それ2万。いやいや。今話違うよ。カメラ。いや、話違わないよ。そんなこと言ってないよ。いや、2万円。そう。1万円私払うでしょ。あなたができんかったら倍ぐらい払う。いや、なんで俺が倍なの？倍払うって誰が言ったの？そっか。それ言ってないよ。2万円なんかない。1万円か。そうよ。1万円か。大丈夫。お前が払うからね。まあ1万でもいいよ。こっち側の見せ。オッケー。オッケー。大丈夫です。大丈夫です。はい。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。